アドルフ・アブラーム・サミュエルは、ベルギーの音楽評論家、指揮者、作曲家。サミュエルは、リエージュに生まれた。もともとは、ユダヤ教徒であったが、後に、キリスト教へと改修している。ブルッセルで、多くの時期を過ごしたが、同地では、フランソワ・ジョゼフ・フェティスに支持し、エクトル・ベルリオーズと信仰を築いた。また、リエージュ王立音楽院において、 ジョゼフ・ドーソワニメユールの訓当を受けた。サミュエルは1845年にベルギーのローマ大賞を受賞した。公共曲を7曲、オペラを5作品、また初代ベルギー国王レオポルド一世の即位25周年を祝うカンタータ、エル、ユニオン・フェラ・フォースなどを作曲した。サミュエルは1865年から複数の還元楽団で指揮活動を行い、 ペーテル・ブノワやアントン・ルビンシテインら他の作曲家の作品を取り上げた、ポピュラーコンサートを催した。その後、1871年に指揮者の職を退き、ヘント王立音楽院の院長に就任した後、1898年にヘントに没している。ありがとうございます。